はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第115回でございます。で、今回のテーマは、どうしてもお礼が言いたくてという完全な俺の自己満足になるんですけども、どうしても皆さんに伝えたいことがありますので、お礼なんですけどね、伝えたいので喋らせてください。で、他にも今後の撮影環境について、そしてリクエストについてのお願いですね。こちらは、特にリクエストに関しては前から言ってることでもあるんですが、改めてちょっと伝えさせてください。よろしくお願いします。では自己満足も入っているのでサクッとしようとは思うんですけど、何についてかっていうと、ご存知の方も多いと思うんですが、私、個人的なことなんですけど、引っ越しまして、この前でまだ部屋だいぶ散らかってるんですけど、今数日を動画アップしてて、動画の一応アップできるぐらいな環境にはなって、でパソコンもデスクトップ買い直して、なんとかネットつながってみたいなバタバタでしたけど、一応撮影環境は整いました。で引っ越しする前日、11月の12かなに、そのパソコンが壊れてアップができなくなって、どうしようもなくなっちゃったと思う、本当に。で、やばいと思って、携帯の方からね、携帯で撮った動画をアップさせてもらいました。顔出しでね、珍しくアップさせてもらったんですけど、しばらく動画がアップできなくなりますっていう、本当それだけの動画だったんだけど、それがね、みんながコメントとその評価をすごい押してくださってて、自分のチャンネル、この勉強チャンネルに関しては、例えば勉強ってさ、今じゃ中3の子が例えば2時間数勉強してるとしたら、でも来年の今中2の子が1年経ったらまた同じ勉強するので、それで繰り返し見てもらえるから、評価ってやっぱ月日が経つごとにちょっとずつ増えていくのね。だから例えば平方根の最初の動画とかだと、多分高評価がいくつかね、100超えたりとかするのもちょこちょこ出てくるんですが、例えば数秒ポッてアップしても3日とか経っても、高評価が10超えてればいいかなみたいな、自分のやつはそういう感じなのね。やっぱりダイレクトにそこを勉強している人がたくさんいるわけではないので、なんですが、この動画に関しては、すごい数でみんながコメントと評価をしてくれてて、でもちろんこの動画に関しての高評価っていうのは、この動画がいいよっていう高評価ではなくって、きっと分かりましたよって、 OK 大丈夫ですよって意味できっと押してもらったのかなって勝手に解釈をしてて、俺はごめんね、すごい自分に都合のいいように解釈をしてるように聞こえるかもしれないんだけど、動画がアップできなくなるって、パソコンがどうしようもなくなったってなった時に、ちょっと本当に落ち込んだんですよ。もうどうしよう、自分変化に弱くって、結構毎日日常で毎日撮影をしてアップしてるっていう、その日常がなくなってしまうって。でもちろんパソコンを買い直して、今みたいにね、時間が経てば解決はするんだけど、ちょっとパニックになっちゃってて、その時どうしようって思ってて、でもうあたふたして勢いで、でもみんなにちゃんと挨拶しなきゃって心配かけちゃうとあれだしとか、いろいろ考えた上で動画を撮ってたのね。でアップした後に正直、いやって別に。そんなのちょっと待ってればアップされるから別にいいじゃんって、何言ってんのこの人って思われんじゃねえかなとかちょっと思ってたのね。そう。でも、蓋を開けてみたら、今、今20日に撮影をしてて、ちょっとね、21、22、23って今全国回ってるイベントやってるんで、日がね、ちょっと前に撮ってるんですけど、今20日に撮影してて、今チェックしたら、高評価が1000飛んで3回で、低評価もね、20に押されてますけど、で、コメントも200件以上書いていただいてて、こんな動画ないんですよ、俺の勉強チャンネルの方。もちろんサブチャンネルの方にもないですけど、こんなね。そう。本当に勇気づけられた。で、この動画をアップした時に、自分翌日かなに、大丈夫かなって。低評価祭りになったらどうしようとかさ、みんなに悪い気させたら申し訳なかったなとかって思いながらチェックした時にも、多分翌日で高評価多分300とかにもなってて。そう。で、それで、すごい落ち着けて、自分はみんなのおかげで、そっかって、慌ててもしょうがねえなって、じゃあまず今できること、その時はもう引っ越しだったから、13、14ってもう引っ越し必死にやって、早く、ネットがつながるのが火曜って決まってたから、もうそれまでにすぐ撮ってアップできるようにまずちゃんとしようって、環境を整えようって。でいざ引っ越してみたら、本当に問題がいっぱい起こるわけですよ。そうで、なかなかね、あれを買わないと撮影できないとかで、自分撮影用のライトをちゃんと持ってないんで、これちょっと今後の撮影環境にも絡むんですけど、多分若干前より暗いんですよね。まあ、前も暗かったですけど画面が。ちょっとそこ申し訳ないんだけどね。で、今撮ってる部屋の窓の位置の関係でね、最初撮れなくて実は。1日。そう。やべえみたいな。そう。で、火曜にアップしたのは前に1本だけ数B撮ってあったからそれをアップさせてもらってたんだけど、だから数Bの2本目から違う部屋に、あと新しい家から撮ってるやつになってんだけどさ。で、まあ、それもね、みんながそうやってやってくれたから、そう、なんだろう、一気にさ、全て解決はできないから、一つずつやっていこうって、そういう風に落ち着くことができた。おそらく、あれがなかったら、もっと俺ズルズル言ってたと思うもん。ちょっとアップ遅くなったりとか、もう、うわーってなってて、あ、もうマジどうすんだよ、マジかよ、とかってなってたと思うんだよね。そう。だから、ね、もう30のおっさんになって何言ってんだって話なんだけど、でもね、本当に助かったんです、そこの面で。だから本当にお礼が痛くて、それもね。なので、まあ本当改めてというか、ちょっと聞いててもね、何言ってんだって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当にありがとうございました。恩返しすることなんで大して俺できないですけど、ひとまず、こう動画をね、一個ずつ丁寧にこれからも撮っていきますので、今後もどうぞよろしくお願いいたします。コメントもね、全部読ませてもらいましたので、ちょっと全員にはね、お返事することはできないですけど、ありがとうございました。で、下のね、今後の撮影環境についてなんですけど、さっきライトのこともちょっと話したけどさ、ちょっと画面の、そんなにね、角度とか変わんないようにはしてるんですけど、どうしても位置関係が変わってしまったので、自分ホワイトボード全面使ってないんですよ、あれ、実は。ホワイトボードの一部しか使ってないのね。で、だからその一部の場所が変わってしまって、数Bの見てくれてる子はね、ちょっとわかると思うんですけど、結構板書を書いてみたら、その問題解きながらね、書いてみたら、ちょっとはみ出しちゃってて、あ、ごめん消さなきゃとかっていうのがちょっと増える。そう、慣れるまでちょっと待ってほしいのと、あと画面の暗さでしょ。で、一番はね、まあこれはもうしょうがないんですけど、今もこうアパートの2階に住んでて、近所これ住宅街なんですよ。前のところは、周りにあんま住宅ないところ、ちょっとね、こう田んぼとかの中のアパートだったんですけど、今回ちょっと住宅街の中で、ご近所さん、多分隣の家なんですけど、が、なんつうんだろう。重機じゃない。家具を作ったりするときにドリルとかあるじゃないですか。ウィーンみたいな感じの。あれをすごい毎日使ってらっしゃる。そういうお店ではないので、もしかしたらお家で個人的に作ってるのか、まあ、自営業でね、そういう作る仕事を家でされてるのかわからないんですけど、すごく、それが鳴るんですね。で、窓を全部閉めてもやっぱり聞こえてしまうんです。近いんで、距離が。で、まあ、それに関しては、もうタイミングがわからないので、一応ここ数日全部チェックしていくと、朝早い時間にすることがほとんどないから、撮影をその時間に合わせて、あまりウィーンとかっていう、そういう音が入らないようにはしようとは思ってるんですけど、今後の動画に関してはそういった音が多々入ることがあるかもしれません。で、それを一回一回撮り直し NG にしてしまうと、多分、もう間に合わなくなる、いろんなことが。ってしまうので、あまりにもひどい音が入った場合は NG にしますけど、ある程度のその音っていうのは、ちょっとご理解いただけ、ちょっと許していただけたらなと思っております。こちらの事情で大変申し訳ないんですが、その点ご理解いただければと思っております。で、最後、リクエストについてですね。まあ今10万人ね、やっと超えることができて、本当にたくさんの方に見ていただいて、で、見ていただいている方が増えるにあたって、やっぱ比例してメールもね、いただく方、メールとコメントか、もいただくことがすごい増えてるんですけど、多分、去年もそうだったんで、まあ時期的な問題なんだけどさ、すごいリクエストをたくさんいただくんです。こういう動画撮ってくださいって、コード問題教えてくださいとかもそうなんですけど、で、問題教えてくださいに関しては、返せる範囲では返します。ただ、メールベースの話なので、数学の分数とかをメールで表記するのは厳しいから、書けるやつで時間が噛み合った方しか返してはいないんですけども、そこはいいんですが、リクエストに関してはですね、これ自分がこの活動を始めた最初からずっとも一貫していってることで、リクエストに関してはお答えしないという形をとっております。で、生意気に聞こえるかもしれないんですけど、最初はもちろんリクエストなかったですよ。なかったですけど、やっぱり徐々に増えていって、そうすると、この人のリクエストに答えたのに自分のには答えてくれないんですねっていう状況はどうしても嫌なんですね、自分の中で。そう。多分それも違うのかなっていう気もするんですけど、でもやっぱその状況が自分の中ではしっくりこない。ので、リクエストに関しては、全員の方にお断りする。まあ、もちろんお断りのメールは送らないですけど、っていう形をとっております。ただ、全部ちゃんと読ませていただいていて、あ、こういうのを求められてるんだっていうのは、実はメモは取ってるんです。で、メモを取っていて、これからの動画スケジュール、こういうのを取っていこうとかっていう参考にはさせてもらってます。だから、今回今、数Bを取り始めたのは、そこのこうメモをしていく中で、数Aの続きっていうのもいっぱいあったんですけど、数Bの方がすごく多かった。だから、あ、こっちの方が求められてるんで、両方ね、並行することが厳しいので、じゃあそっちにやっていこうって言ったり決めたりします。で、受験対策動画、まあ、これは中学生限定になっちゃいますけど、受験対策動画とかもたくさんリクエストもいただいてて、こういうの撮ってくださいとかって。で、受験対策動画は確かに撮りたいなと思ってるんですが、前から話してるようにちょっと新しい仕事がね、ほんと今、切羽詰まってる状況になってしまってるので、好きあらばっていう形にはなってしまうんですが、少しずつ撮れるようにはしていきますので、そういった形で、リクエストはね、そういった形にしてるんだというのを、そちらもご理解いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。では、ちょっと駆け抜けて喋ってしまいましたが、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、改めてなんですけど、しつこいけどね、しつこくてごめんね。しつこくてごめんねなんだけど、本当にありがとうございました。多分みんなが思ってる以上に感謝してるんです。本当にありがたかったの、今回のこのことに関しては。そう。なので、さっきも言ったけど、恩返しなんて全然できないでしょ、俺には。ね。でも、こう、わかりやすいというか、見てよかったって、これで勉強してよかったって思ってもらえる動画を一本でも多く、そしてその一本のね、動画の内容も少しでもみんなのプラスになるようなものにしていくように、これからもね、精進して頑張っていきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。